ネットは読書の代わりにならない仮説っていうのを考えてみようと思った。つまり、まあ、こういう話するといつもいやネットあるからいいよとか本はなもう読まないよなって話になっちゃうんで、まああえて反論っていうこともないんだけどもさ、そうネットより本を読めよっていう人いるじゃんいっぱい。で僕もねなんかなんとなくそう思うんだけど自分自身でもなんでかよくわかんないから、いやネットは本の代わりにならないよ、ぜひとも本を読みたまえ仮説っていうのをさ考えてみましたのでですね、ちょっと聞いてみてください。なかなかねネットはネットは読書の代わりになるっていう、これはねもう簡単なんだよ、みんな直感的にあそうだよねっていうふうに思うから簡単なんだけど、ならない仮説ってね考えたんだけどなかなか難しいんだよね。で1よく言われるやつ、出世するやつは本を読んでる、これはよく言うよね。本当に出世する人は本を読んでますよってやつで、まあねこれね立証不可能なんだよね。で、世の中に本を読まずに出世したやつもなんぼでもいるからさ、まあこれはなんだろうな、決めつけみたいな問題で、芸としては言えるかもわかんないんだけども、俺としてはこんなん立証不可能だからあんまり頼んないと。2番目、無料のデータでは差はつかないですね。つまりなんだろうな、ネットに転がってるのは無料のデータではダメだ、本当に大事なものは有料のものの中にあるっていうような考え方もある。これはこれでさっきのなんか本を読むやつは出世するよりはほんのちょっとだけなんか説得力というのかな、納得力があるんだけど、これもね無料のデータっていうけどさ、ネットの検索っていうのはほとんどさ検索技術とか検索する側の元々の知識とか教養によってさ出てくる結果全然違うわけだよ。俺なんか多分ウィキペディアがあったらウィキペディアの項目それぞれで1時間ぐらい語れるんだよね。だから一回俺ねウィキペディアを語るだけのニコ生ってやってみたいんだけども、あ今度公式で助田さんにそれを前々から考えてるウィキペディアをネタに語るだけのね公式放送とやってみたかったんだけど、なのでですね無料のデータでは差はつかないっていうのは実はそのなんだろうな検索技術に差があったり、どういう言葉で検索してるとか、どういうふうに連想を働かせて探すのかにすごい差があるからね、センスあるやつとないやつとの間にあまりに差がありすぎるんだよね。なのでこれもなんか、読書の方がネットより本の方がいいぞというのの証明にはならないと。で3番目、これもね、まあ電子辞書の時によく言われたんだけども、電子辞書より辞書の方が成績は上がる。つまりネットで探したらピンポイントの情報は入るんだけども、その他の情報は入んないと。Amazon で本を買ったらその本は探せるんだけども、その周りにある本がわからない。ね、例えばなんだろうな、怪しげなさ、なんか精神科学系の本とかあるじゃん。最近もあまりないとか UFO とかさ、そういうやつもそうなんだけども、例えば、なんとか宗教について書いた本とか、あれって Amazon で見たらよくわかんないんだけど、本屋さんで見たら、そもそもその本が置いてある本棚の周りには何があるのかと、宇宙人から聞いたなんとかの予言とかそういうのがあると、あ、これはもう怪しげジャンルなんだなっていうふうにわかるっていう考え方でね。なので、なんだろうな、電子辞書よりは辞書の方が成績が上がる。つまり一つの単語を調べた時に周りの単語にも目が入るから自然と成績が上がりますよという考え方。まあこれはね、さっきのアマゾンで言うとレビューっていうのが存在するからさ、俺とかさ、勝間さんみたいにアンチがいる人のレビューっていうのは参考にならないんだけども、アンチの人が積極的にレビュー書くから参考にならないけども、大体の本でさ、まあ30や40ぐらいレビューついてる本は面白いんだよ。逆に言えば最悪の本ってレビューが全くつかない本なんだよね。でそうじゃなくてレビューが40も50もあって、それがいいから悪いに極端に語ってる本って絶対に面白いんだよ。でE に極端に偏ってる本っていうのは、もしそれがレビュー数が少なかったら、まあなんか知り合いばっかりが書いてる可能性もあるし、で、ものすごく多い割に E ばっかりがあったら、それは間違いなく名作なんだ。でも、かなり数が多くて、E 悪いが極端に離れてるやつっていうのは、僕の経験上、だいたい9割ぐらいが面白い本で、僕もなんか、逆に言えば、それに星一つとかつけてるやつは、なんかこう、レビュー、なんか、ニコニコ笑って読んじゃうね。こいつバカなんだな、とか理解できないな、というふうに思って読んじゃうから。なので、今はね、もうその電子辞書より辞書の方が成績上がるっていうのはね、ちょっと言いにくくなってきたな。まあ、やや説得力はあるけども、ってやつで。あと4番目ね、本当にいい情報はネットにはない。
言う人いるよね。でね、それはそうかもわかんないよ。本当にいい情報はネットにはないかもわかんないけども、それ言い出したら本当にいい情報は本屋にも置いてねえよ、そんなの。なんだろう、スマップの解散の真相でもさ、何でもいいんだけどさ、本当にいい情報ネットにはないって言うんだったら、そんなもん本屋のどこにあるんだよって思うんだけど、まあまあ、どっちにもないんだよね、そういうふうなことを言い出したら。なので、まあこういうのは検証不可能。で、最後のですね、5番目ですね。これ俺は今回の仮説で採用しようとしてるんだけども、読書というのはですね、脳みそのジムであると、トレーニングであると。で、ネットというのは散歩みたいなもんだと。だネットっていうのはやりたい分だけあって疲れるぐらい歩いちゃうことはあるんだけども、まあ大体、なんだろうな、眺めてるだけだと。で、それに比べて読書っていうのはちょっと汗かいて、で単調に見えるかも分かんないけど、繰り返しすることによって、まあ何だろう、自分に得るものがある。散歩でももちろん得るものはあるんだよ。でも散歩で得るものと筋肉トレーニングで得るものとはちょっと違うよねって考え方で、まあ、僕的にはこれなんだよ。で散歩でも十分運動になるんだけども、でも筋肉つけたいとか体作りたいって人は大体ジム行ってるよね。でそれぐらいですね、そのジムってわざわざ金払って体を動かしに行くっていうバカバカしさもあるんだけども、そういうバカバカしさも含めて読書ってなんかそれと似たようなもんじゃないのかなっていうのが、まあ今のところのですね、読書の方がネットよりいいぞっていう仮説ですね、今回の採用文です。というわけでですね、まあ今回ゼミのですね、まあ僕の結論としては、ネットばかり見てると脳みそ筋肉が萎縮すると、徐々に萎縮すると、まあ言っちゃえば糖質過多の食事みたいなもんだよね。俺も人のことはあんまり言えないんだけど。で、ネット7に対して読書3ぐらいの割合っていうのが、実は体にいいんじゃないのかと。本ばっかり読んでてネット見ないっていうのも、まあバカみたいだと思うし、だからといって、じゃあネットで全て手に入るっていうのも、なんかね、おやつとか、パンとかだけ食べたら大丈夫っていうの無理な感じがするから、今のところは栄養バランス的なって今コメントあったんで、もうその通りだよね。読書というのをタンパク質ぐらいに考えて、で本といえば糖質ゼロにしてタンパク質ばっかりの食事っていうのもたまにはいいかもわかんないんだけど、現代で生きる僕らにしてみたら無理だから、半々はきついかもわかんないけど、7-3ぐらいにしようと。というような時間で分けて、1日にだいたい1時間ネット見てるんだったら、30分ぐらい本を読むぐらいがちょうどじゃないかなというふうに思います。